こっちですか。かな。調子に。牛の心臓の陶器。聞こえる。ここが熱々。近づいて。風向きによったらすごい匂い。仕事中とかもするんですか。オフィスの中ですか。おお。泣いてはる。しっかり踏んでください。これも消毒のチューブです。はい。ピッパー。ギュッと踏んでください。ここ、ふみふみしてください。はい。しっかり消毒してください。ここは、牛のお家なので、皆さん、手洗ったり、うがいしたりしますけど、それと一緒で手洗ってもらってます。ここは繁殖農家といって、お母さん牛を今10リットなってまして、でお母さん牛に子供を産ませて、その子供をお肉にする牛として出荷する。9ヶ月ぐらいで出荷する農家のスタイルになってます。親牛がさっき言ったように10リットで、この子が、親になる牛、育成牛で、まだ若い子で1頭いて、あと子牛が8頭います。大きいのから小さいのまで。心音とかね、聞かれる方、今日あいにくの雨なんで、牛舎の中でしてもらおうと思うんですけど、もうそこまで入らなくていいやっていう方もいらっしゃると思うんで、希望者だけこの牛房の中に入ってもらおうと思うんですけど、入りたいという方、手を挙げてください。あります。はい、1、2、3、4、5、6、7、1、2、はい、その方は後で捨てちゃうんで、シューズカバーを履いてもらいます。はい、ちょっともう一つ説明します。だいたい親のお家が体重が400から450キロぐらい、あります。まあ大人だったら何分ですかね60や60キロぐらいやったら7人とか6人とかそれぐらいです。1年に1回ぐらい工場を踏みます。1回のペースで。はい。で大体12、13ぐらいしてもらいます。で今子牛がまあ、数が足りてないのもあって、かなり高く取引されています。9ヶ月の子はね、もあ、ごめんなさい、ここの子がもうすぐ7月の位置に行くので、あかんです。家畜増殖法っていう法律があって、まあ、新聞で書かれてますけど、まあね、ここは持ち出ししたらダメなんで、罪になりますので。そうです。はい。はい。そうしたらですね、中、入って、順次入ってもらいましょうか。はい。ここの、
これが1月生まれの子牛なんです。だから、今6月やから6月ですか、この子牛か、この出荷する手前の牛9ヶ月、8ヶ月、8ヶ月の牛か、どっちかに入ってもらいます。じゃあ今度これやってみようか。心音をまず、まず自分の心臓の音って分かるかな、聞こえるかな、聞こえるかな、ちょっと。すごいですね。これこれが入るの？入るね。入った。入ります。で真ん中のところ。おー、すげえ。パパやりやすい。心臓の箱に入る。ね。あの木が柔らかいほどあのいい肉ができるっていう、いい牛の作り方みたいなのがあって、あの毛がふさふさしてて毛が密で黒黒としてる方がいい牛なんです。これ2つ木の感じが違う。全然違いますよね。こっちの方がじゃあいい可能性がある。ふさふさしてる。こっちもいいですね。あ、そっちもいい。あと皮がね、薄い方がね。あ、なんか入った。はい。そういえば。皮の薄さ。うわあ。すごい。カーペットみたい。こっちの方がいい感じなんですか。違う。そうですね。すごい。体型もね、いい牛の特徴っていうのが、背がまっすぐ、体が長方形がいて、そうですか。そうなんですね。まっすぐがいいんですか。はい。コブがあった方がいいんじゃないですか。いや、まっすぐがいいんですよ。ライン的に。下の下まっすぐじゃないですかこれ。はい。対下線と対上線って言うんですけど、それがどっちもまっすぐの方がよりまっすぐの方がいい。そうなんですね。はい。これ聴診器される方。心臓どこにあるんですか。まず心臓どの辺なんですかね。自分の心臓、あの牛の心臓はこの辺にあるんですけど、ふさふさ。まず自分の心臓を確かめてから、はい、この辺ですか、この辺り、はい、この辺ちょっと見てみてください。気持ち悪い、はい、冷たい、うん、ないですか。おっとっと、大丈夫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 。どこだろう。この辺ないですか。この辺ですか。はい、ここ、あ、
帯かもしれない。こっちですか。かな。聴診器つけます。パッと私分からない。自分で心臓音が聞こえれば左、もうちょっと左。15年ぶりのお医者さんに行ったです。聞こえます。聞こえますか。じゃあそれで OK なんで。おお。どっちに行きますか。じゃあこっちに行きます。牛の心臓の音を聞き。行きましょう。この辺ですか。はい。おお聞こえる。もうさっきの。おお。すごい。聞こえない。心臓で、心臓で、初でした。初です。初。そんな食べるのが見としては面白い。ここが初。ここが初。ドキドキと。すごい。じゃあ。おお。これが世界の田島牛。昔ね、いました。じゃあねー。バイオ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 。ああ、大人の毛は違う。違いますか。大人の毛は違う。産毛っぽくないです。バイオバイオ。産出の中で、お母さんと子供が一緒に。この子は一番最初に生まれた5月。あ、はい、この右下の彼ですか。はい、これ女子です。彼女でした。5月っていうと、まだ1ヶ月か。そうですね、1ヶ月だと思う。あ、5月11日。でも、多分ね、40キロぐらいは行ってるんじゃないですか。1日でだいたい 0.8 キロほど増えるっていうのはあるんですか。すごい。800グラム。単純計算しますと、まあ24キロ増えてることになりますね。これ、いつまで一緒に飼育するんですか。出荷するまでずっと。まあ出荷するのがだいたい4、5ヶ月ぐらいですね。その時に吟味させて。あ、そうなんですね。そこから。やっぱこうやって寄り添っているんですか、いつも。いつもではないんですね。そうなんです。あれはね、生後1週間ぐらいからもつけ、はいはい、まだちょっとそのぐらいまだつけてないんですけども、一応持ってはいて、はい、で一生ずっとついたままです。もし取れてしまったらまた再発行したりして、でこの番号お人形屋さんでちゃんとしたところでは、ね。はい、10桁ありますよね。はい、はい、これもこの方の番号なんで。あ、はい、そうなんですね。はい、ずっとついて回ります。だからどこどこ業者とか、例えば繁殖農家さんから違う肥育農家さんに行ったって全部それで繁殖しよう調べたら分かるようになります。かわいないですよ。じゃあこれから牛舎を出ます。もうあと40分ほどしたらね、餌あげ始めるんで。あ、お腹減ってるんですね。もしかしたらもうお腹減ったって言ってる。腹減ったって言うの。お着替えして。あ、はい、ありがとうございます。